しゃい。面白いクエスチョン出るかな。今夜は薄暗い部屋でジャズでも流しながら飲みたいのですが、ちょっと選んでいきます。花の花定数190、こちら紹介したいと思います。まあジャズの良さってやっぱりこうある種のその難しさとか難解さとか複雑さとかいわゆるキャッチーさとか耳障りっていうよりもやっぱりその作者の込められたなんですかね、仕掛けとかね、あの思惑とかなんかそういったこうところ謎解くよりね聞くのがまあジャズのまあ良さかなっていう気もするんですけど、なんかそういう複雑さっていうのが、まあ、ちょっと酒の話から一旦外れるんですけど、一味と七味で地域性で九州って七味って全然ハマらないんですよね。みんなやっぱ一味が好きだし、多分柚子胡椒とかねシンプルな辛味の調味料がやっぱ好まれるんですね。逆にやっぱ七味ってやっぱあのこういろんな香りが混在した感じですごくジャズ的な感じがするんですよね。一味とか柚子胡椒ってすごくストレートなロックな感じがして、僕らのその福岡ってやっぱその昔でいうその明太ロックの街であって、すごくロック的なシンプルなものをこう好まれる土壌なんですよ。なので食べ物飲み物全てがジャズ的なものって少ないんですよね。すごくシンプルなもの、ラーメンだってそうだし焼き鳥だってそうだし、お酒に関しても例えばこの花の花が取り組んでるような在来品種を無農薬無施肥で作った、それをもうあの手植えで手で刈り入れして定性博木本でみたいな、こう複雑にこうその文化を積み重ねたものってなかなかハマりづらくて、ただそんな中今花の花っていうのはもうとにかくそっち側にもう振ってってるというか、音楽でいうともうジャズ的というかね、ロックとかポップスではない文化の積み重ねみたいなところに今走ってて、まあ、この後花の花がまた面白い展開になっていくので、その時はまたあの皆さんにご報告しますけども、まあそういった感じですね。なのでまあ今日の酒クエスチョンで、まあ薄暗い部屋でジャズでも流しながら飲みたい時には花の花みたいな、まあ米作り、それも在来種とかね、木本作りとか木桶とか、まあ、先日のまあ荒政の話でも言いましたけど、やっぱりそういう有機的なねものだったり自然から得られるものだったり文化性の高いものをぜひね飲んでいただけると、要は味わい以上のものを感じられると思いますし、聞きたい深いジャズとの親和性も高いのかなと思いますので、どうぞお試しください。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。